どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、楽天モバイルの、アンリミットのキャンペーンでですね、楽天ミニっていう端末がですね、1円で買えるキャンペーンがね、始まりましたので、今回ねこちら解説していきたいと思います。いやね、1円ですからね、やばくないですか。しかもですね、こちら楽天のね元々のキャンペーンで、事務手数料がね3300円かかるんですけども、そちらのポイントパックも、対象ですし、ネットでね、契約特典として、3000ポイントがねもらえるキャンペーンっていうのは元々やってるんですけども、こちらもね対象なんですよね。いや、これすごいことですよね。だから1円の端末を購入して、まあ3301円ね、あの事務手数料でかかってくるんですけども、まあ3300円はポイントバック、プラス契約特典はね3000ポイントっていう風になってますんで、あれ実質もらってる額のポイントの方が多くねえかっていうね感じのねキャンペーンになりそうなんですよね。で、今回ねこのキャンペーンと一緒に、楽天のこの、スマホセットプランっていうのがね、あるわけなんですけども、私もねあのスマホセットプランでね、まあ、こちら、楽天モバイルね契約してるんですけども、当初ね、出た金額より、さらにねスマホ購入プランのね価格、まああのポイント還元率がですねかなりあの良くなってますんで、まあ、そちらもね、合わせて解説ね、していきたいと思います。でこのね楽天アンリミットの1円キャンペーンなんですけども、もちろんねこちら1円ですので、あの期間限定です。5月の27日からもうすでに始まっておりまして、6月17日の、8時59分までというふうになっております。で先ほど言った通りね、端末代は、1円っていうふうに、なっております。で楽天アンリミットの全体の話をね、あのまだ全然わからないっていう方はですね、ちょっと前の動画になってるんですけども、私の方でね、解説出しておりますんで、まあ、そちら見ていただけたらなと思います。それではですね、今回の申し込み手順だけねちょっとね簡単に解説ねしていきたいと思います。というのもせっかくねこの1円のキャンペーンがやってるにもかかわらず、まあ、ここをねミスしてしまうとちょっとねもったいない感じになりますんで、ちょっとね見ていただけたらなと思います。でちょっと今スマホでね実際にその画面見て、ちょっとこちら辺にね出しておきますんで、確認してください。アンリミテッドミニはね、1円で購入できますというキャンペーンがデカデカと書いておりまして、これねずっと下の方に行くとですね、キャンペーンのご利用方法っていうねところがありますよね。ウェブで申し込み、これじゃね間違いなくウェブで申し込むようにしてくださいね。で、ご契約の支払いに、ね、必要なものを準備するということで、ログイン用の ID、パスワード、あとね、契約時のクレジットカード、銀行口座情報等々がまあ必要っていう風になっておりまして、もしね乗り換えとかだとね MNP のね予約番号が必要っていう風に書いてあります。でそちら下行くとですね、アンリミットと、楽天ミニの申し込み画面に進むっていうところから、プランを、選択していきます。でですね、こちらの、サービス SIM タイプを選択するっていう画面なんですけども、まあ、ここをね注意していただきたいんですけども、eSIM を選択してくださいっていう風にね、なっておりますね。ここ間違えないようにしてくださいね。まあ、そうするとね、製品を選択するっていうところで、この楽天ミニっていうのがね、出てきますんで、まあ、そうするとね、端末代1円っていうのはね、まあ、画面で出てきますんで、こちらで製品を選ぶを押していただいて、カラーを、選択してってください。カラーは、ブラックとホワイトとレッドっていう風になっております。っていう感じで下に進めてっていただくと、支払い代金がね、まあ、一括なのか分割なのかっていう風に出てきますので、まあ、そちらね、各自お好みで選んでいただいて、最後にねまた eSIM が選択されていることを確認するっていうところだけね、見ていただいて、次に、ね、進んでいただきます。そうすると、製品保証アクセサリーを選択するということで、まあ、こちらね、まあ、必要だったらまあ付帯させていただければなと思うんですけども、まあ基本的にですね、せっかく1円で端末購入するのであれば、まあいらないんじゃないかなと思うんですけど、まあこちらもねお好みで、利用するようにしてください。そうすると、本人確認書類のねアップロード、まあ、支払い方法を選択していただいて、申し込み完了っていう風になりますんで、まあそこまでねまあ難しいっていうことではないと思うんですけども、
eSIM 選択のところだけね、間違えないで、いただけたらなと思います。でこの先にですね、製品到着後の初期設定のやり方っていうのがね載っておりますんで、まあ、そちらもね製品が到着したらね、こちら見ていただけたらなと思います。でこちらのページ画面はですねこの動画の概要欄に、貼っておきますんで、そちら見ていただけたらなと思います。それではですね、この今回の、キャンペーンなんですけども、冒頭で言った通りね、事務手数料3300円が、ポイントバック、契約特典で、まあ、3000ポイントをもらえるっていうもので、まあ、元々のね、キャンペーンの、特典もねそのまま受けることができます。まあ1年間ね基本使用料無料だったり、端末の SIM ロックがかかってなかったり、契約の縛りがなかったりとかね、まあ、そういう特典は、まあ、全てね、今回のこれも、キャンペーンのね対象になってるんですけども、一つだけね対象外になってるのがありまして、この楽天アンリミットの、キャンペーンなんですけども、紹介プログラムがね、もともとあるんですよね。契約してる方から紹介をね受けて入会すると、プラス2000ポイントがねもらえるキャンペーンがずっとやってるんですけども、残念ながらですねこちらの、楽天ミニ1円のキャンペーンにはこの紹介プログラムっていうのは、利用できませんので、まあ、その点だけね覚えておいていただけたらなと思います。で次にですね、楽天ミニの、基本スペックなんですけども、こんな感じになっております。メリットとしてはやはりねお財布携帯が、まあ、付帯してるっていうのと、デザリングがね、機能ついておりますんで、まあ、この点がね、まあ、かなりおすすめポイントっていう風になっております。で逆にねこの楽天ミニのデメリットなんですけども、これね楽天ミニっていうぐらいなんで、このねかなり端末が小さめっていう風になってますんで、ちょっとね文字が打ちづらいみたいなね、そういう話もねちょっと聞いていたりとか、充電の持ちがね、今出てる一般の携帯とかに比べるとちょっとね充電の持ちがね悪かったりっていうところがね、あるようです。まあ、この点もね、まあ、覚えておいていただきたいなと思うんですけども、でももともとこの端末ね2万円ぐらいねするような端末だったんで、まあ、これがね1円でお試しできるんだったら、まあ、悪くはないんじゃないかなと思うんですよね。で次にですねこちら、楽天アンリミットのこのサービスがね、始まって、まあ、しばらく経ちましたよね。ずっとね、新型コロナウイルスの、まあ、影響でですね、この楽天アンリミットのコールセンターっていうのが、まあ、かなりね、繋がりづらいっていうねデメリットが今生じてるようで、まあ、私購入の時にねちょっと、電話してね問い合わせたんですけども、まあ、かなりね、何日かかかってね、やっと繋がったっていう感じだったんですけども、まあ、そういう感じでね、まあ、電話がかなりね繋がりにくいみたいなんですよね。コールセンターっていうのはまあどこでもね、まあ、混み合ってる状況が続いておりますので、まあ、その点はねちょっと覚えておいていただけたらなと思います。ちょっとねこういう話を聞いてしまうと、やはりねこの楽天アンリミットのこのサービス自体がですねちょっとね利用しづらいなっていう部分があると思いますんで、私個人的にはですね楽天のこの楽天モバイルのサービスなんですけども、まだね一時スピードがねすごい、通信速度が上がりまして、データ通信制限がかかってもですねかなり速いスピードをね、まあ、維持できるっていうことでおすすめかなと思ったんですけども、まあ、こういう話を聞いてしまうとですね、やはりね今現時点ではちょっとメイン端末にするのはねちょっと危険な気もするんですよね。まあ、こういうトラブった時に問い合わせ窓口がですね利用できないと、まあ、自己解決できることだったらいいんですけども、まあ、そうじゃないことだったらね、まあどうしようもない、まあ、お手上げ状態になりますよね。でこの時代でスマホが使えないっていうのは、まあ、かなりのデメリットになりますんで、今回のキャンペーンで、まあ、利用したいって方はひとまずは、まあ、メイン端末っていうよりかは、まあ、サブ端末っていう感じでね、考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。で最後になんですけども、今ねこの楽天アンリミットの、スマホセットプランっていうのはねかなり、割引がね広がってきてるんですよね。まあ、私この端末ね購入したんですけども、これいくらだったっけな、4万円ぐらいだったんですけども、私の端末はね、で私の、ポイントバックはちょうど1万円か1万2、3千円ぐらいだったと思うんですけども、今ですねギャラクシーの、A7 っていう端末なんですけども、こちら今1万7000円で楽天アンリミットのねスマホセットで購入ね、出てるんですよね。ポイント還元がありまして、これね1万7000円で購入するプランなんですけども、ポイントバックがね1万5000ポイントなんですよね。うん、すごいですよね。1万7000分のものを購入して1万5000分ポイントがね戻ってくるっていうプランなんですよね。
で、しかもですね、最初に言った、事務手数料3300円かかります。ですけども、こちらもポイントバック対象です。で、契約特典の3000ポイントももらえます。で、こちらの端末に関しては、まあ、紹介プログラムがね、利用できますんで、まあ、2000ポイントさらにもらうことができますんで、これ合計するとですね、事務手数料合わせて2万と300円、まあ、支払うっていう感じなんですけども、まあ、もらえるポイントとしてはですね、2万3300ポイントがね、まあ、もらえてしまうっていうね、まあ、これ 100% 超えてるね、ポイントバックでね、まあ、100% 超えておりますんで、まあ、かなりね、還元率としてはね、かなりいいですよね。ですので、まあ、今回のね、キャンペーンは、楽天ミニのね、1円、端末ね、購入できるキャンペーンもあるんですけども、こちら、ギャラクシーのね、A7 っていう端末も、まあ、決してね、悪くはありませんので、ご自身にね、合った方の端末をね、まあ、選んでいただけたらなと思うわけなんですよね。いかがだったでしょうか。今回は楽天ミニ1円、端末購入キャンペーンね、解説させていただきましたけども、まあ、かなりね、お得になっておりますんで、まあ、今回ね、楽天アンリミット、ちょっと試してみたいっていう方はね、ぜひね、利用してみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、まあ、お得情報、クレジットカード、マイレージに関すること、マリオットボンボンホテルに関することね、発信させていただいておりますんで、もしよかったらね、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。